はいどうもチャーササヤンです。本日もニュースをつっついていきましょう。今韓国ではですね、のっぴきならない事態が起きておりまして、実は1月4日に起きたことなんですけどもね、イラン革命防衛隊というものがですね、ホルムズ海峡航行中の韓国の石油タンカー及びそれに乗っている韓国人5人を拿捕しました。僕の視聴者さんはですね、この話をうっすら知ってるかと思うんですけども、多分ね、多くの人がこの韓国のタンカー拿捕事件を誤解していると思いますので、てか僕もちょっと前までね、誤解していた口なので、この話をできる限り面白く分かりやすく説明していこうと思います。僕のおしゃべりを聞いて目のつけどころがいいねと思った方はですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまず先にですね、知っていただきたい情報がございます。冒頭で名前が出たイラン革命防衛隊なる組織、ダホを手掛けた実行部隊なんですけども、この組織、革命と名が付くので条件反射的にですね、革丸派だとかイスラム過激派の一派かなと想像しがちですが、これが全然違っておりまして、イラン革命防衛隊というのはですね、イランという国の正式な軍隊なんですね。つまりイラン政府が直接韓国のタンカーを拿捕したっていう非常に稀な話なんで、過激派に人質を取られたっていうのとはですね、次元が違う話になっております。これを先にインプットしてから記事読みをしてまいりましょう。中央日報より、抑留の総意的な解決法が救急車の提供、イラン韓国の提案を拒否、なんだかもういきなり出落ち感満載でございますが、それでは早速本文を読んでいきましょう。韓国のタンカーの抑留問題を解決するためにイランを訪問したチェ・ジョンゴン外交部第一次官を団長とする韓国政府代表団が14日手ぶらで帰国した手ぶらで帰国したってこういうことですかね。ちょっと見ないでくださいよ、恥ずかしいな、イランバカみたいなすいません、遊びが過ぎました。で、米国とイランの間の葛藤によって板挟みになった韓国が総意的に解決するとして意欲を示したが、むしろイラン側がチェ次官の帰国直後、交渉の内容を一方的に公開することで議論を呼んだこれはいつも韓国が日本にやっていることをイランに逆にやられたって感じなんですけれどもね、笑っちゃいけないんだけど、笑わずにはいられませんよと。まあそんな感じでね。で、イランのマフムード・バエジ大統領秘書官室長は13日、政府のホームページに、韓国に凍結されたイラン中央銀行の資金で救急車を購入して送るという韓国政府の提案を断ったと明かした。韓国はですね、今イランに返済しなければいけないその70億ドルという膨大な資金をですね、凍結状態にね、国内に凍結状態にしておりまして、でその70億ドルの返済をですね、おそらく韓国政府がですね、ヒュンダイ製の救急車かなんかで現物支給で許してくれと、そういう交渉でもやってきていたんでしょうね。救急車1台1000万円と仮定して、1億円で10台でしょ、7000億円ね、70億ドルというのは7000億円相当ですから、イコール7万台の救急車をイランに人道的目的で輸出しますと、これで手を打ってもらえませんかと、そういう交渉だったんでしょうかね。いやこれ僕がイランの交渉担当者だった、あまりの驚きに顎が外れてしまいそうなアイデアですよねはい、それで、バエジ大統領秘書室長は、我々を狙った米国の経済戦争と圧迫に対抗してこの国を運営してきたとし、我々は救急車数台が必要なのではなく、韓国に凍結された資金が必要だと強調した。また、韓国代表団は国に戻ってイランの凍結資金を解除する米国の許可を受けてくると約束したと説明した。これも韓国のお箱の手口じゃないですか。約束したかどうかも定かでないのに、勝手にあの時君はそう言ってくれたじゃないかと、僕たち国民を悲しませないでくれせよというね、まるで日韓議連の老害連中が韓国のね、そのアクションに押されて情にほだされて、忖度して動いてしまう、そんなねアクションプランでも見せつけるかのような言い草でございますけどもねこれまあなんかね、デジャブと言っていいでしょうかね。はい、そして通常高級外交会談の内容は両側が事前に協議して結果を発表する、特に相手に不利な内容を公開する場合、少なくとも了解があってこそ発表するのが外交慣例だところがイランはこれを無視して韓国の提案を一方的に公開したいわけだこれはもうギネスブックに登録した方がいいですね。世界一のお前が言うのはお前を認定で掲載されることでしょう。でイランのこのような外交決定にも韓国として強く対応できない立場だ。外交当局者はこの日、様々な案が協議される過程で韓国でなくイラン側が救急車の導入を希望したとして、は？
それで、チェ次官がイランに行って先に提案したかのように報じられたが、これは事実と大いに異なると明かした。具体的に遺憾を表明しないまま事実と異なるという水準で対応した。何イランが70億ドルの支払いを場合によっては現金じゃなくて救急車でもいいですよ、とりあえずある分だけ送ってくれよんって韓国外交官に要望したと。うん、そのおとぎ話を一体誰が信じるんでしょうか。嘘をつくにももうちょっとマシな言い方があるだろうにと思うんですけどもね。いや、これが噂でよく聞く世界一の軽貿易ってやつでしょうかね。もう腹筋が痛くてやばいんですけれどもね。で、政府の困難な立場はチェ次官がイランを訪問すると発表した時からすでに予想された面がある。今回の抑留事態の根本が米国イランの葛藤にあったということから、韓国として選択肢が多くなかったからだ。時期的にも不適切だった。イラン核合意を破棄したトランプ政府が幕を下ろして再協議に重きを置くバイデン政府が20日発足した後、あれ？バイデン政府って正式にスタートするんでしたっけ？まあ、この問題はですね、ちょっとね、本題から逸れてしまいますので、横に置いておきますけれども、韓国は米国と協議を経て動くのが現実的なアプローチである。外交外の内外で今回の訪問に対して、その間、国民の命と安全を強調してきた、調和での政務判断が働いたのではないかという声が上がる背景だ。ああ、なるほど。これ、トランプとバイデンの大統領選の混乱を、あれを逆手にとって、その間隙をついて、どさくさに紛れて、イランとの交渉を一気にまとめようとしたというね、動きだったんでしょうかね。動くタイミングは確かにそれで良かったのかもしれませんけども、ただ持っていく材料が70億ドルの返済の代わりに救急車で支払いますってのは、もはやそれはお花畑を焼き畑農業に鞍替えするくらいのわけわかめなアイデアでしょう。いや、日本の外務省はこんなのを相手にしてたのかと、これはそっと地外交しか手がないわけですよね。はい、それで結果的にイランは韓国政府の代表団の訪問を受け入れて、自国の断固たる立場を見せ、韓国を圧迫する契機として活用した。またイラン側のこの日の公開内容を見ると、韓国政府はイランの凍結資金を解除するための米国説得という課題を再確認した、このなんか難しい言葉で冷静な分析をしているかのような書き方なんですけども、これは何のことはないんですよ。韓国は米国と交渉し凍結資金を解除せよというのを改めて自覚したって言ってるだけなんですよね。で、チェ次官もイラン側にとりあえず事態を把握しに来たので、十分な答えを持って改めて会談したという趣旨を伝えたという、ある前高位外交官は、我々は船舶抑留解除を要請するためにイランを訪問したというのは、交渉議題さえ調整しなかったという意味として、船舶打破のような葛藤局面で高官の訪問は慎重に決める必要があり、訪問を決めたなら成果を上げるべきなのに2つとも失敗したと指摘した。この2つの失敗というのは、資金凍結解除と船舶打破の解除でどちらも折り合いがつかなかったということなんでしょうね。で、イランに抑留された船員の釈放のために交渉し、14日に帰国したチェ外交部第一次官は、インチョン国際空港で記者らに、今回の訪問で早期釈放という結果を導き出すことはできなかったが、韓国、イラン両国はその結果に向けて大きな一歩を歩み出したとして、船舶と船員に対するイラン政府の処置が迅速に取られると信じていると話した。おしまい。ということで、韓国の外交がいかにどちら系であるかがよくわかる記事なんですけれども、じゃあなんでこんな面倒なことになっているのかというとですね、記事にも出てきましたけども、これは米国が絡んでいまして、イランに経済制裁を行う一環として、米国はイランへの送金を全面ストップさせています。もし米国の言うことを聞かずにどっかの銀行がイランに送金をした場合、米国はその銀行を米国市場から締め出すと言っています。これはつまりですね、ドル決済ができなくなるという意味であり、これをやられると、日本で例えるとメガバンクがどこかの地方銀行に格下げされるほどの信用力を失うということです。じゃあなんで韓国は70億ドル、日本円換算で約7000億円もの大金をイランに返済しなきゃいけないのかというとですね、この70億ドルは韓国がイランと直接取引で買ったオイルとか重油代のその支払い代なんです。イランは早くその代金を支払いと商売人として言ってるだけなんですね。で、韓国側の言い分というのは、今米国が金融制裁の真っ只中なんで今は支払えないと言っているんです。一見すると韓国の言い分も正しそうなんですが、ただしかしですね、韓国は非常にやばいミスを以前にやらかしておりまして、実はこの70億ドルを払えるチャンスがあったのに、そのタイミングで払わなかった前科者なんですね。そもそもこの70億ドルは2010年に凍結された資金で、もう10年も韓国内で塩漬けにされております。でですね、実は一時なんですけども、2016年から2018年にかけて、この期間ですね、イランへの
経済制裁が緩和していました。イランへの送金が事実上可能となっていたんです。当然制裁が解けたイランというのは金を返せと言いますよね。ただ当時の韓国はこれは噂話に過ぎませんけども、イランに返済しなきゃいけないこの70億ドルをどうやら別の何かに投資して溶かしたっぽくて、現生で70億ドルね、これ返済できないということだったらしいんですよね。でここから先はまたリアルな話に戻りますけれども、資金凍結の2010年から2015年までのこの間、70億ドルを銀行に預けておけばですね、韓国の銀行にこのイランのね、その支払い用のお金が銀行に預けておくのであれば、普通ならばですね、利子利息が莫大につくわけですよ。しかし韓国はイランに対して、その預かり期間は無利子ですというふうにイランに告げました。当たり前ですが、イランはそんなバカな話はないだろうというふうに韓国に反論します。でまた噂話の領域になりますけども、この利息の交渉で時間を引き延ばしながら最終的に70億ドルをどこからか調達しようと、いわば牛歩戦術で延長戦に韓国が持ち込んだわけです。なおこの過程でイランとまともに外交ができる日本に対して韓国が水面下で泣きついてきたという話もあります。まあ確かにですね、70億ドル日本円換算で約7000億円、こんな莫大なキャッシュをポンと払いくるにはそうそうありませんし、日本であれば外交を通じて韓国の返済を一旦日本が全額立て替えてイランに日本が支払い、後で日本がそのね70億ドル分を韓国に分割請求するなんていう裏技も日本政府であればできたことでしょう。ただこの時期韓国にとって運が悪かったのはですね、安倍政権で通貨スワップは切れた状態でしたので、日韓議連が動いたところでスワップすら締結してない国になんで金融支援をしなきゃならんのだと言ったとか言わないとか、いやこの真相は分かりませんけども、とにかく韓国は牛歩戦術で時間をただただ消費してしまいました。で2018年に米国が金融制裁を再度強化し、慌てた韓国が外交官を米国に派遣しまして、米国の金融制裁のその網の中にですね、韓国の銀行というのは免除でよろしいでしょうねというふうに確認したところ、君の国はイランも北朝鮮も両方おしまいですというふうに言われてしまったというオチがございますまあこういったいきさつがあるので、イランが韓国の石油単価を打破しましたというかなり印象が悪いニュースも、国際社会それから日本も基本的に放置プレイをしているという状態でございます。普段なら韓国大好き朝日新聞も毎日新聞もそして東京新聞もこの件がベタ記事扱いなのはあまりにも背景がありすぎてサジを投げたというのがですね、実態ではなかろうかと思います、さあ今日は難しい話を割と柔らかく説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。イランの方が筋が通ってると思った方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では最後になりますが、恒例の謎かけで締めたいと思います。支払いは救急車とかけまして、ホルムズ海峡で本音と解きます。その心は、これはいらんね今日は何にもひねってないギャグなんですけども、しかし抜群にしっくりくると思いましたので、ベタですけども採用させていただきました。本日も面白かったよ、ためになったという方ですね、チャンネル登録いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。